前回のカズモリ、8月になり新しい虫がいっぱい来たみたい。そんなわけで新しい虫捕まえるまで終わりません。ただ今回の虫たちは言うほどレアでもなく、簡単に捕まるじゃねえかよ。そんなわけで8月の虫は完全にコンプリートすることが多分できた。さて今日はそうだな、最近あれもらいすぎてるからちょっと待て、ルール決めよう。ルール、はい、というわけでどうもカズモリでございます。あ、今日も似合ってますね。本日もね、お洋服お着替えしていきましょう。お着替え、今日何しようかな。いや、このデザインも最高のデザインだったよ。ありがとうございます皆さん。いいね、カズネコワンピ。おい、そう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 、いいね、カズネコワンピ。なんか芋虫、体芋虫みたいになってる。これかわいいわ。さあ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 、というわけで最近まあ生配信するときに、まああの島を開放して、まあそこでね、まあこっちからもいろいろあげるけど、あの逆にね、いただくことも結構あるんですよね。ほんでただですね、もうすごい、まあ気持ちは嬉しいんだけども、あーちょっと気持ち、おお、ジャースティン今日いるんかお前。いや、ジャースティン、はい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 、腕前チェックして。ちょっと話が変わるじゃないか。小さい魚ね、わかったわかった。小さい魚。いたー。フィッシュ。え、サメじゃね？あ、サメ。あ、ちょっと待って待って待って、サメじゃねえかよ。ちょっと待って待って、小さい魚。三連続で釣らんといけんねって。うわ、いなくなっちゃうかもしれない。頼む頼む、早く出ろ。早く早く早く。どこよ、いつもいるとき結構いるじゃねえかよ。あ、いた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 。あ、サメ釣りだよ、サメ。フィッシュ。今でいいっしょ。はい、3回連続成功。からのからのよ。あ、よかった、サメ生きてた。おいし、うーわ、これ来たか。ゴリ巻き来た、ゴリ巻き。はい、おーおい、うーマンボウ。うわ、マンボウ。ちょっと待って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 、まだマンボウ自体ね、これ寄贈してないんだけどさ、ちょっと待ってよ。うわ、やっぱ含めて 3体分ある。やっちゃおっか。ちなみにさ、このカミツキガメってのはこれこのまんまなの？水槽入らず。うわ、カミツキガメめっちゃいいやんこれ。裏んとこカメ系、裏んとこ。それは置いといてよ。はい、腕前チェック合格。今はいいよ。模型模型。お前このマンボウのことどうするか分かんねえけど預ける。めっちゃ可愛いのできるんじゃないこれ。はい、どうぞ。ほんで魚売りたい。売ります、ありがとうございます。はいはいはい、そうだそうだ。ほんでですね、そう、今日のお話はね、まあ、最近いろんなものもらう、ほんでこっちからもうね、あげれるように してるんですけども、ちょっとさすがにね、もらいすぎちゃったなーっていう部分もね、あるんですよね。あ、待て待て待て、お金の元、お金の元、お金の元、お金の、これ2000ぐらい結構高いよこれ。ほんで本日はですね、ちょっと本当にもう気持ちだけ、もうこれ気持ちだけ本当にね、もうこれもうネタにもなったし、もう本当ありがとうございます。もう良かれと思ってね、もう本当ください、ありがとうございます。ただですね、もうこれもう今見てすごいね、私的には満足したので、次はですね、もうこちらのやつはもう自力でもう咲かせるということで、すいませんすいません、これはね、売ります。もう売らせていただきます、すいません、本当にすいません。いや、これなんかあの権限のない形の方でも、あの種を置いてあの植えることができるんだって。いや、これ知らんかった。運よくなんか自力でなんかできたんかなと思ったけど、やっぱ違ったんだねこれは。だからこちらについてはですね、将来的にこれあの自力で結構ね、いいとこまで来てんだよな。あ、待って、いや、バラバラになった。この前整理整頓してさ、整理整頓してバラバラになったよここ。いや、もう一回ね、一からこちらはね、あの花については一から出直してさせていただきますので、はい、そう、別に作ろう。ただこの買い取ってて、これだけはね、私の懐にね入れさせていただきますので。これ金バラ結構高いらしいんよ、これこれもこれも高いらしいんよ。いくいくよ、6000、高い。だこれがね、まあ、増殖できるようになるっていう。ほんで金のあのバラなんかも普通のじょうろで、まあ、将来的にあの増殖ができるようになるみたい。ただあれ金のじょうろが必要なんですよね。さあもう一つがですね、そうす、次は現金的なやつですね。いや、現金もね、まあ、非常にまあ、ありがたいんですけど、どうしてもね、いろいろとやっぱイージーになってしまう。でこれもね、よかれと思ってっていうか、本当にね、もう気持ちありがとうございますね。このカズモリにさ、わざわざくれるなんて、もうめちゃめちゃ、もうすごいお金よこれ。全部買いに分けてきたの？1回分かなこれ。
一回回収してみるね。舐めてた舐めてた。これもしかするとアイテムのやつパンパンにして持っていったかもしれん。これ拾いきれんかもしれん、もしかしたら。待って、いくらあんだってこれ。これいくらあるんだって。おいおいおい、やばい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 。全然だった全然だったこれ。まあ、ただこんな感じでですね、もうすごいお金、もうこれすごい重要な、重要よこれお金は。ただですね、まあ、これみんなにとってお金結構必要なんですよね。だからなんだろう、こちらお金はですね、一旦今ここに置かせていただきます。おお、ま、いや、まだだなまだだな。ちょ、もうちょいもうちょい持ってくる、もうちょい。これ横軸でどんだけだろう。いや、これもね、これ貯めた人すげえ大変だったと思う。株とかかな。123456789。おお、やっぱこれそうだね、400万近いんじゃないこれだよね。オッケー、やっぱ400万近いわ。いやー すごい。いやー、あちらのお金をですね、なんだろう、この島に来た人でもお金のない人たちがいると思うんで、なんだろう、みんなで回すというかさ、なんか今週発射点だ、お金ねえんだって時にさ、必要な分取っていけみたいなね、ちょっとそんな感じでね、ちょっとなんだろう、融資と言いますかね、利用させてください。お金くださったことありがとうございます。ただね、何、他人だけの金みたいな、もちろんそれもあると思うからさね、この数盛りのお金もちょっと視聴者さんにちょっと提供しようと思うから。株で失敗したね、株全部腐らせて大変なことになった人もいっぱいいると思う。引き出す、ちょっと諸事情で1、10、100、1000万、10万、100万。どうよ、こんで数盛りからはこれ170万よ。60万はちょっと箸ぐちゃぐちゃ3、4箇所やるか、やりたいからさ、これはちょっと残しといて、これ残しといて、ちょっとこれすまんね、これメンゴメンゴメンゴ、うん、ちょっと近々触りたいからさ、これメンゴメンゴね。ただこれもう数盛りからのやつも含まれてますので、まあまあ、ちょっと最近余裕なくなってきたんだよねみたいな、お財布に余裕なくなってきたんだねっていう時に、もうぜひ今度解放した時にぜひお持ち帰りください。お一人様ね、まあ、橋高いの20万ぐらいですよ。お一人様2つ、お一人様2つね、これお持ち帰りください。はい、手土産で、手土産です、これ。お返し、お返しもいいっすよ、お返しもこんなに、うん、お返しもいいっすよ。ほんでこんな感じでね、置いてくださったこのお金には、私はもう手をつけずに、他の方に回すと。で、他の困った方がこれで村を発展できるようになる、うん、そんな形でね、行きたいなと思っております。はい、うわー、これみんなもらってくれるかな、俺。いや、これでね、またね、あつ森のレベルがね、一つ高くなるよ。はい、とまあ本日はこんな感じで、綺麗に終わりたいなと思います。ちょっといささかね、いろいろ綺麗にはなったと思うんですけども、星子のとかいろいろなあれとして、スズランとかもね、まあできたりとか、それも植えちゃダメだからね、スズランができたりなど、いろんな楽しみがあるみたいなんですよね。いや、そこら辺はね、自分の手で、これから頑張っていきたいなと思います。まあただ花についてはちょっともう一回一からね、育てて直すわ。そっちの方がね、多分すっきりするだろうから絶対作れると思うからね。はい、というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイバイ。